おかわりください253倍目 <music> 皆様こんばんは <laughs> うんって <laughs> うんって言った今っっはいあのー。 木曜夜9時でございますなんか聞き慣れない声がして何が始まったみたいな感じになっている方もいらっしゃるかと思いますが、はい、私風邪をひいております大変お聞き苦しい声で申し訳ないんですけれども本日これで勘弁していただきたいという最初に謝罪の言葉を述べさせていただきたいと思います7月20日もう20日ということでですねあのー、もう後半戦 1>, 1ヶ月ももうすぐで終わりそうなんですが皆様体調崩してないですか <laughs> 先週の放送の後半ぐらいからなぜか「喉が痛い喉が痛い」痛いって言い出してからですねまるまる1週間、あのー、順調に風邪を育んでおりまして <laughs> これでもまあだいぶマシになった方なんですけど多分さっきですねあのソムチャイで。 あのトムヤムヌードル丼いっぱいのトムヤムヌードルを汗をカキカキ食べてきたのでこれで治らなかったた違う病気を疑いいいと思います <laughs> あのキャサリンの、ね、薬膳スープとすごい悩んだんですけど、ね、ソムチャイアイの方が勝ってしまったので一応これで治らなかったらな何の病気だろうっていうクイズを皆様に出題したいと思いますので。<laughs> あと一週間皆様楽しみに考えておいてくださいということで今日も皆様からのリクエストメッセージお待ちしております761 at mark fmcoza.jp 761 at mark fmcoza.jp までお待ちしておりますユーストリームツイキャスでもコメントリクエスト受け付けておりますので皆様どうぞお気軽に、まあ、あの突っぱねますけどねお気軽にいただければと思います まあ珍しししくちゃんと進行しましょうかね、あのー、今日のお菓子のコーナーですけれども DAIGO さんから今日も頂きましたよ「ハッピーターンの大人の梅わさび味」エロピンクな感じですね <laughs> エロピンクな感じの,あのパッケージちょっとキラキラしてるかな期間限定っていうところがあのこれはレモンのやつがかなりの大ヒットだったので私どもそれが。 まあ期間限定大人の梅わさびということでこれもちょっと期待ができるかなと思いますそしてですねもう一個あのファミリーマートさんが多分すごい激推ししてるんですよこれ「山吉の厚切りさつまいも黒糖塩味」あのばっかみたいにね棚に並べてあるのをずっと見てたんですけどずっとスルーしてましてそれを大悟さんがまんまと買ってきたっていうこれ引っかかったなっていう感じなんですけれども <laughs> えあのこれ まあ気にならなかったわけではないのであのねまあこれも楽しみに後ほど曲をかけながら食べていきたいと思いますあともう一つ先週買ってきてね食べてなかったお菓子がもう一個だけあってねキットカットのなんで岩泉ヨーグルトを目指して作ったヨーグルト味っていうちょっとややこしい感じなんですけど。 これがですね2016年の台風10号被災地へ1袋当たり10円を寄付っていう今、気づきました、これ買ってなんか2016年の台風10号で甚大な被害を受けた岩手県岩泉町8ヶ月が経った現在も復旧作業は続いており名産岩泉ヨーグルトは今年の夏の復活が待望されています。本品は 復活を待ち続けているファンの願いをは父先に形にするべく誕生岩泉乳業監修のもと岩泉ヨーグルトが持つ濃く深い味わいと上品な酸味を目指して開発されましたということでこれ1袋あたり10円か被災地へ寄付されますということで、うん、なんかちょっと意図せずいいことしててる感が出てきましたね <laughs> ま,まさに意図せず時々鼻かむんで気にしないでくださいね。 <laughs> 予告しとかないとほらなんかねすごいクレーム来たりするかもしれないんで来てますよツイキャスかーコメントいただいておりますルドルフさん久しぶりですねはいさーいこんばんはんナミさん超お久ですミルク紙の話新聞に載っていましたねということですが私新聞読んでいないので全くご存知ありません申し訳ないですどこのミルクですかねあちこちにミルクはいるのでね あのうちの町内のミルクは毎もうあの練習が始まってまして面白いですよ、あの不安定な笛の音がね <laughs> 練習中だから不安にななる音階なんですよ <laughs> 大丈夫か、これっていうような音階が毎年こう流れるんですけどだんだんこう日が近づくとね上手になっていくのでちょっと良かったって思うんですけど <laughs>。 修理の街を夜歩くときには、それでもちょっと楽しく聞いてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、あの新聞とりあえず読まなきゃいけないですね。たまにはね。はい、あのすみません。順調に風を育んでおります。<laughs> 皆様大事に大事に風を育むようにしてくださいね。熱は出ないんですよこれ。熱は出なくて、で、あの最近引いてた風が結構咳がひどかったんですけど、今回は咳も特になくて、ただあの 鼻水が後半3日ぐらいきついのとやっぱ声ですね声が出ない喉が痛いまあずっと龍角散の香りを漂わせながら私はそこら辺を歩いてるんですけどもさっきもね鼻かみながらこのパー壁に歩いてましたからねあの鼻かみながら歩いてる人見たら大変そうだなと思って優しい目で見守ってくれたらなと思います。そそううだから曲がねそう <laughs> 風なので風の曲と思ったらやっぱりこの風の風はないわけですよなかなかねでじゃあ,あの普通の風の曲と思って「ハッピーエンド」の風を集めてよと思ったらないらしくて FM 講座にえ誰かのカバーとかはないんですか ああらまあ、結構カバーもされてると思うんですけどね「FM こざ」<laughs> あの困った癖がまた出てきましたね。ない,ないそうです。じゃあ多分関さんがそのうち「あの風がつく曲」を何か見つけてくれると思うのでああ、はい、それまで気長に待ちましょう今日はあの新一郎も多分今車でさーって通っていったので来てくれると思います。きっと ナイスな風のつく歌の選曲を人に振るっていう。は。あ、そうなんですか。素晴らしい。<ー>できる男は違いますね。あやちゃんさんもこんばんは。すみませんね。今日お聞き苦しい曲でお届けしております。準備,は OK, で準備は OK ですか。じゃあせさんお願いします。はい <laughs> なぜまたどうしましょうそれまでね本当に風、ね、風とか引いてる場合じゃないんですけどね <laughs> とにかく苦しいっていうはい <laughs> マジか今日の1曲目お届けします。カリウドで風が吹けば はいお届けしましたのは「狩ウドで風が吹けば」なんか爽やかな感じでしたね。あのー、今日は曲をあの、まあ、私が風ということで風がつく風にちなんだ曲を <laughs> お届けしてみたいと思います縁起が悪い感じになってますけど大丈夫ですかね何でしょう,こうそんなにパッとは思い浮かばないんですけどなんかそういうのがあれば是非是非リクエストお待ちしております。 ルドルフさんはね、ざわわざわわわどうですかっていうきてるんですけど、長いからダメです。慰 <laughs> 霊の日も私長いのでダメです。山ちゃんさんは今日は子供たちが修業式でしたと。成績をもらい見たのですが、私の子供だなという先生からの言葉になんだか私が反省しましたと <laughs> いうことで。そうなんですよね。明日からどこもかしこも人だらけになるっていう恐怖の夏休みが始まりますよ。 道はすきますが、どこに出かけてもクーラーが効いてるところは確実に人がいっぱいっていう恐ろしいね、あのー、季節がやってまいりました。どうなんでしょう。あのー、怖いんですよね。三栄ジャスコあの辺はもう完全に歩けば子供にぶつかるみたいな感じじゃないですか。ね。 もうこの時期本当に怖いんですよね <laughs> <laughs> 何にそんなに怯えているかっていう映画を見に行こうとか思っても地獄なわけですよ朝一で見てますからね彼らは <laughs> 分かります <laughs> <ぱ>り朝一ですよそう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  <laughs> びっくりしました朝6時半とかにこの間子供が座ってましたからねその辺に <laughs> そう店頭さんも夏休みか車の運転にも気をつけなきゃなって。 あすごいどんどん来ますねブームの風になりたい大黒巻きで夏が来るまあ、夏か夏が来るは風じゃないのででもダメですね <laughs> ダメって言うな <laughs> 風になりたいはもまんまですねこれ漢字間違うと大変なことになりますね何を決めそう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 ,そう怖い怖い さあじゃあもうお菓子も食べなきゃいけないので、曲どんどんかけていきたいと思います。じゃあ2曲目はですね。私がパっッっと思いついた風がつく曲をお届けしたいと思います。辻あ野で風になる。 はいお届けしましたのは辻綾乃で「風になる」でしたそうです今日は「風」私が「風」ということで風縛りのリクエストをお待ちしております <laughs> 皆様まだ間に合いますので「風がつく曲風にちなんだ曲風」がタイトルに入る人の歌適当にちょっと<風>、うん、ふんわりでいいんでお願いしますそしてしんおちろうが来ました、はい、まおはようございます 健康の話を今日もしに来たんですか。<laughs> もちろんですよ。小汚い。小汚い男が。小汚い健康の話を。小汚くしに来ました。<laughs> どうですか。最近健康,健康は。健康は。健康はだめですよね。その。睡眠が足りないってなるじゃないですか。はいはいはい。で。いっぱい寝ると疲れるっていう。うこの。なんていうんですか。す睡眠のこういい具合の。あれがどんどん狭まってますよね。 昔はなんかいっぱい寝ても大丈夫だったような気がするんですけど最近は寝すぎてもダメっていう私でもいあちこち痛くなっても寝ますけどね寝るんですねもうね寝られないですよ、うん、逆になんかどっかおかしいんじゃないかぐらい寝ますよ二度と目が覚めないんじゃないかぐらい寝ますよ <laughs> それ寝た後こうテンション下がらないですかテンションというか下がらないです体がダくクだったりとかうん、うん、もう動けばよかったとかも思わないです思わないもう全くうん 本当にじゃあまだまだ若いってことですようんそうとは言わないかな <laughs> 夢とか全然見ないですよもう最近この間までちょっと悪夢をずっと見るっていうのがあったんですけど <laughs> なんかね妹にこの間言われてあの睡眠アプリを入れててみたんですよね知ってますこうす熟睡枕元にこうアプリを起動して置いといたら。 深い眠り、浅い眠りっていうのが、こう、クラフで出てくるんですよ。どうやって判定するんですか?。わかんないんですけど、なんか、この。寝息なのか、何なのか。そういうのに出てくるんですけど。まあ、それが、まあ、見事に50、50%パー以下なんですよね。快眠率が。へ<ー> <laughs> ひどい時、20何パーとかで、寝れてるのか、私っていう。いや、ど、なんか原因。究明はしないんですか?。 元気めだいたいわかってる。解決してないからそうなってるっていう話ですよ。<laughs> それは日常のこの精神的なものでなんか思い悩んじゃうみたいなことですか。思い悩むじゃなくて眠れない眠れてないんでしょうねう何か要因があって。そうなんですね。そうでもね寝はするんですよね。寝,寝はしますね。眠りに落ちはするけど。そうそういい眠りではないねっていう,うそのアプリによからするとね。ねただこうなんかイビキって書かれて何分って書かれて。 聞くっていうところがあるんですよ。でそこを。恐る恐る押すと。有料会員に <laughs>。なんですか、録音してくれるってことですね。録音はされてるらしいんで。そ,しそ,うそ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 う。うゲット。なるほど。なんか昔その寝言を録音しますアプリみたいのはあって。へえ<ー>。で、そういうのは、この音のある程度の音量が来ると。その前後。前後難病みたいなポッて取るみたいな。はい<ー>。いうので。の聞いたことありましたけど。 どうやってるんですかね横音を微妙に聞いてやってるってことですか、ね、とりあえず無料のアプリで入れてみたんですけど、うん、まあもうしばらくちょっとただねそのアプリをセットする前に寝、ね、落ちしてしまうということも多々あるので <laughs> まあこう参考になるかどうかわからないですけど<さ>それ、ね、じゃあ俺アプリの宣伝していいですか、はい、アプリの宣伝っていうか健康の話ですけど、はい、俺が使うためだけに作ってもらったやつがある なんかこの話前してたねそうい30回噛むためのアプリ<あ>っていうのがあって <laughs> 言ってたねただ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 画面に数字が出てカウントダウンされていくんですけどこれが0になると0になるか触ると色が変わるんですよ、うん、だからあの置いとって目の端で色が変わったぐらいに飲み込んでもいいっていうあ<ー> <laughs> だけです それだけそれそ活用してんのたまにやってますそれによって何か違うあの何ていうんですか眠くならないんですよよく噛むとこの体験上適当に食べると昼飯とか、うん、異常に眠くなるんですよね<ー>でもなんかお腹がその何ていうんですか働いてるというか、うん、よく噛むとお腹がそんなに働かなくても大丈夫みたいなへえ無駄な運動をしないんだの分を なんか頭に回せてるから眠くならないみたいなのかなとかうんお腹も減りにくいような気はするって聞きました平皆さん、うん、どうしました何震えてんの <laughs> あ梅,梅<が> <laughs> こんこないはない大丈夫ベロめっちゃ痛い <laughs> 怖い食べてないからもう食べるの今やめようと思ってますけどまあそうそう噛,む噛むようになりましたねでもやるかなでも 忘れますよっても、昨日すんの忘れた。<laughs> あ,あそういえばそういえばみたいな。これはどこで検索したら出てきます？三十回かむで検索。あでもアイフォン版がないんですよ。残念、えーこの。この日本人のために作ってないですからね。新一郎のために作ってますからね。そう,そうなんです。でも今四十ダウンロードぐらいされてるのかな。<laughs> 誰がって俺全然宣伝もしてないけど。<laughs> へーなんかどっかで話題になってるかもしれないわかんないよ何があるか30回カムで検索すると一応二位ぐらい出てくるんですけど、うん、ですって皆さん三十回カムで検索して,みてください。Android を使ってる人は検索してダウンロードしてで広告を連打してください。<laughs> 俺に俺にそれで十円ぐらい入ってくるので <laughs> よろしくお願いよろしくお願いします。<laughs> もうだから現行の話ばっかりですよ。そうだからどうなんですか仕事の方は。 大変って、ね、<laughs> いうか暑いですよ <laughs> もうど,どこもかしこも暑い話しかしてないと思いますけど、えー、今年異常ですよね気温がちょっと高すぎるというかっていうか毎年今年は異常だっていう話してますよね私たちでも今年は異常じゃないですか34度って見たことないですもんねあの沖縄34度沖縄ではあんまり見ない温度ですね、うん、32ぐらいまで,ですよ、ね、そう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 ,そう34度まで上がってで 俺うちの,その浮島の事務所ってコンクリートで,、うん、で昼間もまあまあ暑いんですよ、うん、でも夕方になるとその熱溜まったやつがぶわって出始めるみたいなやってられない熱中症対策はしてるんですか水飲むぐらいですかね塩飴とか舐めたほうがいいですよ塩<飴>、うん、塩分適度な塩分は取らないとなるほど分かんないですけどそうなんだ なんかあれないですか暑くなると俺ちょっと怒っちゃうんですよイライラしちゃうああのねうちの旦那さんがねそのキャンプにハマってるうちの旦那さんが最近いろいろなんか調べ物をしてやってきたことが一つあるんですけどハッカ油ってあるのわかります薬局とかでも売ってるやつ、うん、あれと消毒用のエタノールと水を混ぜてハッカスプレーっていうのを作るんですよ<笑>,笑うとこじゃないよここははい、はい、それを吹きかけると 結構、ね、スースーするんですん結構持続するんですよだからクーラーとか扇風機とかの風じゃなくても普通にスースーするんですよこれで風呂上がりとかにつけて扇風機に当たるとちょっと寒いぐらいになるんですん高いもんでもないし薄めて自分で作れるから特に害もないしこれはちょっといいかもしれないですよそれは1対1対1でも当てるんです 100ミリに何ミリに何滴ぐらいの本当にビビタル量でできるのでちょっっとやってみます、うん、これは本当になんか気に入ってずっとシュ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 うちの中でやってますよ <laughs> なんかキャンプに行く時になんか虫よけにもなるらしくて<ー>このハッカー油が匂いが嫌いらしくてあか <laughs> そんなにまできつくない<ー> <laughs> 鼻詰まってるからさっき出てくる前やってきましたけど 涼しく感じるない、いいな、もう夏とかいらない,じゃない。そう、なんか、あと百均とかにもほら、服につけると涼しくなるスプレーみたい、冷感スプレーみたいな服洋服とかにかけるやつ。ありますけど。えー、努力が足りないんですね。うん、多分情報が足りてない、と努力というより情報が足りてないんだと思う,う,う。なんか努力する前にもう夏を恨むっていう行動に出てしまう。夏かわいそう,そう。そうなんですよ。だから夏が嫌いな。

異常気象だ異常気象だって毎年言ってるぐらいで火星に行けるわけじゃ、ね、ない火,火星はもうどんなもんだっていう話ですよああ怖いですねしんちろんが怒ってるのでもうそろそろ曲に行きましょうかね <laughs> ちょっと落ち着いてもらいたいと思いますじゃああの風縛りの今日のリクエスト行き,、ま、きますよリクエストというか私が選んだんだけどね風で22歳の別れ はい、めぐみかんさんからもリクエストいただいておりました「風邪で22歳の別れ」お届けいたしましたはいもうお菓子の感想は皆さんいいですか、はい、いいですかだって <laughs> 酸っぱかったね音梅のやついいで,でも私味覚がおかしいからか普通に食べれましたけどねああこれですかこれこれハッピーターンの大人の梅,梅わさび わさびの味とか全くしないんで <laughs> <laughs> あれしなかったっすあとこの厚切りのさつまいも異常に量が少なかったこれ。入ってる量がびっくりするぐらいまあ、でもあのおさつどきよりもちょっと厚い感じで美味しかったですね芋感はすごいあります黒糖感もちょっとあった気がしますでもあの今舌がバカになってるんでね、うん、何とも言えないですねあの鼻詰まってるんで全く味が分かりません 今日はなんな,なので、話半分で聞いていただければと思います。<laughs> はい。だからとかしーチョウも喋っていいよ。喋、はい、っていい。私鼻かむから。喋っていいですか。喋ってください。なんすかこれ。<laughs> <laughs> <laughs> めっちゃ <laughs> <laughs> 完全に映ってますけどね。<laughs> ちゃんとこう<ー>画面を意識した髪型。そうそうそう。<laughs> あれを鼻うがいして出てきたんですよ私帰ってもう一回鼻うがいするんですよはあはあ、はあ、大変だわかります<の>鼻うがいを吸う勇気 <laughs> <laughs> 熱とかもない熱はない体がだるいまあ,あの要は喋らなければ結構楽なんですよ <laughs> <ん>昨日今日って休みで仕事が風邪をひき始めてからずっと6連勤だった仕事は結構ハードな6連勤で で昨日本当に一日中うちで横になって喋、うん、らずゴロ,ゴロ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 しててだいぶ良くなったんですこれでも良くなった方なんですよただ鼻は出るのでね一応じゃあ回復傾向傾向にっても明日からまたはいであのちょっと日月はまたキャンプに行かなきゃいけないので私それは断れないんですか,それ,か <laughs> それは断れないんですか 義務なんで、ね、務なんでね怖いんです家がそこになるみたいなそうそうそう,そう大変なんですよ <laughs> タープまた買っちゃったんでね明日タープの受け取りにもいかなきゃいけないんですよタープって何ですかあのテントじゃなくてこのポールと布をポールと紐で貼るやつ影作るやつああとか言ってますけど俺、うん、<laughs> なんとなく俺の頭の中にはこんなかなっていうでそれをそこで寝るとかじゃないですよね そうではないですね日陰,日陰を多く作るっていう大変ですよキャンプするのもう毎日,毎,日毎週行ってるんですよね毎週じゃないですでもあの休みがあるときは連休を取れたらまあ旦那様のためにキャンプに行ってるっていう話ですね旦那さんは毎週行ってるんですか毎週行ってないです一人でも行けばいいのに一人で行く勇気はないそうそう竹そ志うそうさんの写真を撮るとかっていうのはないですか竹志さ,さんに興味津々なんです たけしさんとキャンプトークをしたいっていう話をずっとしてるんですけど<ー>なかなかチャンスがなくてねすごいなでも,でも面白いは面白い、うん、日に日常なのでね止まってくるんですよね止まります止まります眠れないっすよ <laughs> めっちゃ無心お声もするし、えー、星とかよく見えますよく見えます全然全然晴れてたらねでも2回雨降られてましたね私そう <laughs> ででもご飯が楽しいあ何作るんですか結構凝ったものを作る凝ったものは作らないけどあの炭を起こしたりとかしてるのが<ー>でこの間最強にうまいあのマシュマロ焼きマシュマロのやつをやったんで <laughs> もうそれだけでいいです私あとなんかホットサンドを作ったりとか、えー、フレンチトーストをあえて外でやってみたりとかそのなんていうんですか今日今回はこれやろうっていう <laughs> なんかテーマみたいのを持っていく そうですねでな,なんやかんやとグッズが増えるんだわあれ、うん、あれが欲しいこれが欲しいなんて金かかるわと <laughs> 全部私があの許可を出してから買ってるんだけど<ー>でもなんかちっちゃいガスボンベをつけてちっちゃいガスコンロにするやつとか、うん、おままごとみたいにそれ,それってあれですかキャンプ場みたいなところに行くんですかそれとも全然関係ないところに行プ場です、うん ただこの間行ったところがねすごい虫が多くてびっくりするぐらいキャンプ場でもキャンプ場でもだから手入れがされてるキャンプ場ちょっと甘いキャンプ場ありまして電源がついてるキャンプ場ないキャンプ場管理人が常駐してるところしてないところとかってあるのででもゆくゆくはそういうのを離れようっていうところになってくんじゃないですか私はねだから海でもいいんじゃんって思ってるけど海は違うって言われてるの超謎なわけよ しさんとかね、うん、海に行って釣りとか釣りキャンプやってるから超楽しそうなんだけど、うん、そうなんだ昔その俺ら宮古にいる時はそのキャンプ場っていうのがなかったのであもうその辺にその辺にというか多分なかったのか存在を知らなかったのか分かんないですけどだからもう子供子どっていうか高校生ぐらいとか中学生ぐらいのはもうテントとか持って普通にえテントっていうのは本当に普通のテントやいやあの三角の あんなに運動会のテント。三角の貼テント。<laughs> ちゃんと中に入れる。はははは。なんで、ど、どこでみんなゲットするの。いや、でも、なんか家にありましたね。テントが家にある。家にあったり、その、やっぱ友達のお父さんを持ってたりとかしたのかもしれないですけど。ああ<ー>。行って。その、本当に、何の整備もされてない砂浜にさして。で、ヤシガニとかを、に、が、来たとか、やったりとか。と キャンプ場の存在を知った時にちょっと衝撃を受けてそんな情があるんだとあだからあの海のキャンプ場もありますけど山のキャンプ場もありますよねこの山の方は結構私は面白いと思う,う国神まで行くと本当にねヤンバルクイナ見れるんでねそれだけでテンション上がりますよで,す、ね、でも子供がいたら大変だと思う,そう,そうだな何歳ぐらいから行くんですかねみんなもうでも3歳ぐらいから連れてってる人もいますよねうんチャレンジャーだな 40代お二人だったらもあ腰いて腰痛てててって言いながらやって <laughs> 中腰きついとか言いながらやってますからねなかなか厳しいですよ、ね、いやでもいいですね夏のレジャーとしては満喫できそう暑いですよ多分だからごっつい夏の時にまだ行ってないので、ね、じゃあ俺はずっと怒ってるんでしょうねそうそうそうそれかも発火水のって痛い痛いって言ってるかどっちかだと思う <laughs> <laughs> 多分なドラッグイレブンにもハッ,カハッカー油売ってるんでやってみてください多分あの夏になると必ずこの手のやつってツイッターとかに上がってるのじゃ寝る前とかに塗ってそのヒヤッとしながら寝るとかってもありでもありだと思うあでもつけすぎるとすっげえヒリヒリするの <laughs> <laughs> いてて,てててっていうらい難しいそうそうそうでもとりあえず風呂上がりとかにやって扇風機の前とかにいるとかなり涼しくはなれない かなりこのなんていうのかな気分的には涼しくなった感じはするのかななるやってみる価値はありますねうんあのお手軽にできるのかなかこれ以上夏を嫌わないようにしないといら <laughs> 夏はまた来年も来てしまうからそうだよっていうか夏まだ終わらないからね <laughs> 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 どういうつもりなんですかねどういうつもり,ううつもり台風もまだ来ないですしね台風今年は強いのが 来なかったからうんどうなんでしょうねだから今年の夏は何か楽しいことでもあるんですかね去年の夏何か楽しいことがあったかっていったら多分ないと思うんですけどうん何かありましたっけねないね <laughs> 困ったね記憶がない楽しいってどういうことですか その大きい楽しさってことですかお、うん、きい楽しさなんか夏の思い出ドンみたいなやつってありますバーベキューもしてなけりゃ何もしてないなっていう旅行にも行ったわけでもないしあるんだろうけど覚えてないな日記とか書かないといけないなっていつも思うな この間日記の話してませんでした。もう書いてない。書いてますよ。書いてる。一回一週間に一回ぐらいですけど。炭化<ー>を書いてますよ。炭 <laughs> 化 <laughs> 日記。炭化に。多分日本に一万人ぐらいしかいないと思います。<laughs> いや案外いるかもよ。分かんないけど。<laughs> はい。じゃあ曲かけます。<laughs> 山ちゃんさんからのリクエストで、ブーム風になりたい。 はいお届けしましたのは山 <laughs> ちゃんさんからのリクエスト「ザブームで風になりたい」はい、お届けしました、ね、まを山ちゃんさんの <laughs> 衝撃が伝わってくるコメントが「小一 <laughs> の息子がね成績表を持ってきたと思ったら同じクラスの女の子とチューした」っていう告白を受けるっていうねああ <laughs> しかもこれ面白いですね「教室で」って書いたところがいいですねんなんかすごいこう あれ中学校1年生の夏休みみたいな感じですよねオレンジ色の教室だったみたいな雰囲気ですねゆう <laughs> さんのね夏の思い出もね <laughs> 20代の頃彼氏の友達としたキャンプで仲間が近くを通りかかった女子高生に声をかけてその女の子たちも合流、まあ、年上のお姉さんがいるところに合流する女子高生もバカだなって思うんですけどね 男どもはヘラヘラおもてなし私はおばさん呼ばわりされるし最悪の展開にわじって帰るとこれ正解ですよっていうか高校生もバカだよね女なら高校生でも分かるはずだけどね <laughs> <laughs> あの敵には勝てないっていうのは分かるはずなんでね <laughs> 敵っていうのもどうなんでしょうまあ でも、あの、男はバカだなっていうことでいいですかね。<laughs> <laughs> 泣かない <laughs>。男はバカですからね、でも正直 <うん S 2>。<coughs> さあ、でも、夏休み前にね、山ちゃんさん、こんな。なんでしょう。あの、教室で中止したよっていうの。新学期までずっともやもやし続けるんですよね、一ヶ月半 <laughs>。<laughs> でも、もう、モテもての、こう、息子さんってことですよね。でも、登校日とか、ほら。 ありますよね夏休み途中で 2>, あ<ー>2回ぐらいあります、ね、出航日っていうのそこでもチューするってことやっぱり1回やってるってことは100回やってとりあえず言って1回って言ってみたみたいなあもうでももやもやし続けますよねいい <laughs> チューはあんまりね大人になってするもんだよ <laughs> っていうこととをちょっとやまり教えたらどうですかかね <laughs> 伝わるのかなこれねゆうねさんが「ナミさんキャンプ場では寝袋で寝たんですか?」って「<laughs> お母さん実家に帰ったら寝袋に入って寝てた」ってゆうさんやっぱり話がねいろんな話持ちすぎですよね。あの寝袋ではなくて折りたたみ用のベッドがあってそれで寝てます。 多分冬になったら寝袋をまた買うとかって言い出すと思うんですけどそれをいかに阻止するかを今から考えております私 <laughs> お母さんなんで寝袋で寝てたんでしょうねお父さんと喧嘩したとか <laughs> <laughs> 喧嘩じゃなかったお父さんからのプレゼントだった <laughs> なんかいい,いいお話じゃないですか <laughs> な うん、キャンプにでも行ったらいい、よかったんじゃないですかね、<laughs> お父さんお母さん。意外に、こう仲良く二人でキャンプとか行っちゃったかもしれないですけどね。<laughs> やキャンプって、やっぱみんな子供の頃にするもんなんですかね。うちし、しなかったんですよ。しました。親と行った記憶あんまないですね。うん、友達とも、うん、ペンションには泊まりに行きましたけど。<laughs> あそうかペンションの文化は、あれは、でも、沖縄独特じゃないですか。 本当独特というかあ確かに希望が丘ね、うん、希望が丘 <laughs> バスに乗っていったもんね大学来た時に1か月2か月ぐらい経って「ペンション行くぞ」みたいなテンションになってうんみんなペンション?」みたいな感じだったんですけどその後この4年間で何回行くかみたいなああやっぱ沖縄独特なんでしょうねあれ独特だと思います あれほぼ地元の高校生だけでうまっ高校生大学生だけで利用されてるんじゃないかと思いますけどだから大変ですよ夜中とかすごいうるさいしきっとそうですね多<分>うるさそう私高校の時に2回ぐらい行ったぐらいかな高校生は行ってんですかそのソフトドリンクを飲んでるんですか一応建前的には。 <laughs> いやいやそこは建前しないんで建前的には大人のソフトデリックを飲んでるっていう感じですかねもう時代が時代だったのでね昔はねうんまあでもあのー、ギリギリな誰も救急車呼ぶことなく <laughs> まあゲロゲロになっていた人はいましたけれども事故は起こらず、まああいうことはしちゃだめだよっていうのを大人になって人に言う立場になって初めて分かるっていうぐらいのレベルですかね あの沖縄にはね一大ペンション村みたいなところがありましてまあすごい団体で行くと割り勘で安くで泊まれるみたいなところでみんなちょっと行ったりするっていう感じでももう多分あそこもボロいですよね,、うん、すね結構長いから揺れるかそういう話はよく出ますねそう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 年だから、ね、そう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 そそう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 そ バスで行きますからね、うん、やっぱ沖縄ってそういう意味では独特なんでしょうね。ああそうですね、うんはあ、ということでもうあっという間にあと1分 1> あと1分半ぐらいしかないですけど新一郎さん言い残したことはい、じゃあ告知はいどうぞ明日明日浮島通りにハーレーが明日と明後日ですねハーレー展示するので。 見に来てください。うん。そう。今想像しても、どう、こう、どういう風に置くかがあんまりイメージ湧かないんですけど。ハーレーダビッドソン。うん。バイクを置きます。で、なん、なんでしたっけ、あれ、えっとね。もともとパレット雲も地に来てたんですよ。おはおはお見て。ここに置いても意味ないだろうと思って。うん、そこで。直接電話して。うん、<laughs> 営業かけに行くっていう。 はあ、そしたらあっちもだいぶ乗ってきたっていう話が出てそれと再来週再来週の金土日はあの臨時立ち飲み屋さんがオープンしますへえ<ー>再来週っていうのは、うん、今週じゃなくて来週か来週の金土日かな282930、うん、あの焼き鳥スワンっていうど、はい、この店長さんが来てやってくれるんですよ復興地りかな,なんかそういうやつはい、あ 鳥が出るかわかんないですけど、あじゃんけんだ。<laughs> ということで浮島通りへチョキ行ってください。チョキ出す。また来週 <laughs> じゃんけんポン。んすまんさね。<laughs> あと一個言うことあった。閉まった。はい、自由自由研究を、うん、やるじゃないですかみんな。はい、で俺そのあそこで モノ売るっていうのをやってみたくて、うん、あのアメリカにほらレモネード屋台てあれがあるじゃない,はい,はい、はい、子供がやるやつあ,あれをあっちをその解放して子供にモノ売らしたとお<ー> <laughs> それを自由研究の材料として自分たちで商品を仕入れてきてポップどうしようとか考えて観光局に売るっていう。